ガールズロックス。生徒の皆さんこんばんは。ガールズロックス2週目担当の森奈々です。さあ、1ヶ月ぶりの投稿になるんですが、最近なんか寒くないですか？私、なんか、まだこう、なんかわかんないけど、コートを出さない意地を見せつけてるんですよ。絶対にまだコートを出してやらないぞっていう意地を見せつけてるけど、そろそろ負けそうですね、さすがに。もう風邪ひいちゃうもんだって。もう今日もね、コート着ずに、このね、なんか風邪脱ぎしてるんですけど、実はこの下半袖なんですよ。もうそういう風の子精神でやってますけど、私、実は本当寒いの大嫌いなんで、本当に空気に対して睨みつけてますけど、そんなことはどうでもよくてですね、最近私、世にも奇妙な物語、2021秋の特別編に出演させていただいたんですよ。見てくれた方、いらっしゃいますでしょうか。お分かりいただけましたか。やばい、これ上がりますね、テンション。楽しい音楽になっちゃう。そうなんですよ、私出て、なんかね、私タモリさんがさ、最初になんか今日の主人公たちはみたいな時に自分の顔が出てて、それでタモリさんが紹介してくれてるっていうのが結構なんか感動しちゃって、はぁ、世にも奇妙な物語出てるみたいな実感湧きましたね。撮影の時はね、そこまで世にも奇妙な感あんまなかったんですけど、タモリさんが紹介してくれて、やっとパチッと来ましたね。でもこの歌の続きってこんな感じなんですね。よく聞いてみて、なんかあーって言ってるけど、あーしまった、こんな感じなんだね。初めて知った。さて、投稿初日の今夜はですね、生徒のみんなから届いた書き込みを紹介していきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、栃木県16歳女の子、ラジオネームめいめいの羊さん、新曲配信リリースおめでとうございます。背伸びとても良かったです。新海監督の歌詞一つ一つがとても素敵で、頭の中でこの曲がブワッと広がっていきました。私は新海監督の世界観と奈々ちゃんの世界観のどちらも本当に大好きです。だからまた二人のタッグを見ることができてとても嬉しいです。そして私は奈々ちゃんの表現の仕方が大好きなので、パフォーマンスを見るのがとても楽しみで、今とてもワクワクしています。ありがとうございます。そうなんです、今かかってる曲ですけど、新曲背伸びが配信されております。そうなんです、新海誠監督が書いてくれたんですよ、歌詞を。私は新海監督にもう全部お任せしたんですよ。天気の子っていう映画でご一緒して、その時に1ヶ月ずっともう私の声を聞いて育ててくれた方なので、もう何から何まで知ってくれてるだろうっていう信頼のもと、全部お任せしてやってきた曲がこの曲で、とってもね、ロマンチックな片思いの曲が私も大好きです。宝物になりましたね、また一つ増えました。ありがとうございます。なんかパフォーマンスする時があったら頑張りますね。緊張するんですよ、絶対。パフォーマンスっていうのはあれかな、音楽番組のこととかかな。もうめっちゃ緊張するから、いつも。もう本当に勘弁してと思うけど、やっぱそういう皆さんの声聞くと嬉しくなりますね。頑張ります。茨城県14歳男の子、ラジオネームうせあんぱいせんさんからです。ありがとうございます。森奈々ちゃん、セロビ配信リリースおめでとうございます。ずーっとテストの時どんな MV なんだろうなーとか考えちゃってました。おい、テストしなさい。今 MV 見たんですけど、途中奈々ちゃんが笑顔でカメラの方を向いた時やられました。あとスマイルとか深海セロビなど雰囲気の違う曲を何でも歌いこなしちゃってすごいなって思いました。ありがとうございます。そう、 MV もね、公開になったんですよ。世界観がね、またこれまた私の世界観って言うと、ちょっと私もよくわかんないけど、新海監督の世界観と私と、MV の春さんっていう監督が撮ってくださったんですけど、監督の世界観がまたなんか三種三様っていうか、でとっても
なんか、新しいものたちが出会った感じがするんだけど、とっても落ち着くような、心落ち着くようなミュージックビデオになってます。自分のミュージックビデオで、自分以外の方が出演してくださるのっていうの初めてだったんですよ。ダンサーさんの方がお二人出演してくださってて、なんか、その隣でリップシンクって、なんかこう、音楽に合わせて歌ってたりするんですけど、それを撮ってもらったりしてるときに、なんか、歌手っぽくないと思って、結構、要はそういう気持ちに浸ってましたね。ちょっと酔ってたかもしれないですね、あの瞬間は。東京都17歳女の子ラジオネームマットさん。ナナちゃん、リンリンリン見ました。まさかリアルな友達と電話がつながるなんて。ナナちゃんも途中で泣いてしまっていましたが、見ていた私も思わず涙がこぼれちゃいました。懐かしい感じの電話ってとてもいいですね。そして電話越しの背伸びの生歌唱、素敵でした。ありがとうございます。見てくれたんですね。しかも2本、公開されたんですけど、2本見てくれてますね。1本目がそう泣いちゃった時と、2本目が歌った時。本当にね、リンリリン撮ってる時は、もういつもの2人の会話だったんで、大丈夫これって公開されるまでは本当に思ってたんですけど、だってもういつもの会話をさ、みんなに聞かせて、しかも15分じゃん。もう本当に汗したけど、YouTube とかのコメントすごいあったかいの多くて、嬉しかったです。ありがとうございます。しかもなんか、ぼやっと歌ったのが意外とみんな気に入ってくれてて、嬉しいですね。いつかラジオでも鼻歌企画とかいいかもしれないですね。みんなが鼻歌してほしいやつ。あるかな、そんなの。まあでも、一応、どんぐらいあるのかなっていうのは送ってみてください。どうすんのこれ、字幕、あ、もし、あ、ガチャ。なんだよなんだ純粋な心を、もう手を遊んで皆さん、こういう大人にはならないようにしましょうね。ただの効果音なんですね、今。疲れたね皆さん書き込みありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。現在配信中です、森七で背伸び。森七で背伸びを聴いていただきました。さて、登校初日の今夜は生徒の皆さんから届いた書き込みを紹介していきましたが、明日は皆さんからいただいた最近背伸びしたことをたっぷりと紹介していきたいと思います。ということで、私とはまた明日、森七でした。小森校長、ペイキョと今月からもよろしくお願いします。